はい、こんにちは。今日はあちゃんどちらに行くんでしょうか。ハードオフに行ってきます。行きたいと思います。行きます。これで視聴できるところは視聴したいと思います。はい。我らが、ボス一号あっちゃんがジャケ買いしてくれるそうです。さあこれは堤恭平作ですね。ちょっと期待できますね、レコードなんですけど、レーベルの面に鉛筆で DPM が書いてますあるあるこっちも変えてTJ の人だ。TJ ですよね。どうだったっけ。そう。うん。惜しい。マッチ、遠藤雅彦さん。テカリが半端ないね、これ。チャーリー。ボニーピンクのカバーですね。パーフェクト使い。持ってる？ジャケ付けは持ってないですね。ナノミチ、ピンカラトリオ。ピンカラトリオって聞いたことある。ミヤ・シロ、こんな人たちですね。難しいな。スカーフェイスのマイブロック、こちらは2000
2年の作品でございます。まだ持ってないので、しかもジャケ付きで購入できました。こちらの曲はあの PV が面白いのでぜひチェックしてみてください。JG 以上、こちらはブループリントからのシングルですね。2001年の作品でございます。エグジビット Hey Now、 こちらは2004年の作品でございます。こちらはちょっと思い入れがあって、あの MTV でエグジビット本人がピンプマイライドという番組を、車を改造する番組をやってた時、すごいかかってて面白かった番組なので買いました。ペーパープラインプロジェクトのレッドイットバングというアルバムですね。これの中からですね、 You Can Feel という曲がめちゃくちゃかっこよかったです。まあインストものなんですけど、もう聴いた瞬間やられましたね。すごく安くで購入できて大満足です。でアンダーグラウンドヒップホップになるんですけど、ソウルスティスのザ・クイックニングという曲ですね。これ2004年の作品になるんですけど、ストリングスを使いこなした力強い曲でもありますね。力強くてすごくかっこいいアンダーグラウンドヒップホップです。Wanna Make Love、 こちらは2002年の作品になりますね。で僕はレゲエは全然ほとんど詳しくないんですけど、ちょっと聞いてみた感じ、すごいあのチルできそうな感じの、まあ、これはアルバムなんですけど、アルバム全体を通してすごく良かったので買いました。はい、まあ、ハードオフで買ってきたレコードの一部を3枚ずつですけどね、紹介させてもらいました。あ、もっとたくさん他にもあるんですけど、それは別な動画でまた紹介したいと思いますので、そちらもぜひ見てみてください。それでは皆さん、バイナル。